はい、皆さんこんにちは。4月2日かな、今日木曜日、動画撮っていきたいと思います。月曜日にね、まあ俺ちょっと秋葉原出かけて、で、昨日水曜日もね、まあちょっと横浜と、まあ大井町行ってね、まあ買い物してきましたんで、まあその時ね、100円オリパの方も、まあ結構、あったんで、まあやってきたんですけどね、まあ2箇所かな、やってきましたんでね、今回は紹介していきたいかなと思います。まあ久々のオリパ開封ですね。で、今日一応ね、日本郵便の方、まあ、ゆうパックとあとなんか、ゆうパケットなんか、ポストに投函されつつ、まあ、今日2つ荷物が届くんですけど、まあ、一応ね、届くまで暇なんでね、ついでに動画撮ってきたかなと思いますね。まあ、全部で1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17発ですね。まあ、全部で1700円分やってきましたんで、開けていきたいかなと思います。当たり一覧ね、忘れた。なんか、興味がなかったし、100円だったからあんまりいいのねえなと思って気にしなかった。まあ、そこね、1000円自販機もあったんですけど、まあ、全部で50発みたいで、なんかね、当たりの中にはね、なんだっけな、レッドゾーンのプロモもあったんですけど、まあ、レッドゾーンのプロモが多分1枚今、3、まあ、4、5000円ぐらいかわかんないけど、まあ、レッドゾーンでも先週のあの、なんだっけ、ゼーマのあれで制限1個は入っちゃったのがあるから、まあ、それでもレッドゾーン自体はね、デッキ作れますけど、まあ、レッドゾーンは多分4、5000円だと思うんですけどね。まあ、5000円の方や、1000円の方やらずにね、まあ、100円の方、まあ、やってきましたんでね。とりあえず開けていきたいかなと思います。お、なんかいきなり6枚出てた。すいません、なんかいきなり6枚出ましたね。鬼ヶ覇王、蛇王が、鬼不動国。これ最近のカードか。まあ一応火みたいっすね。まあ多分火って言っても、なんだっけな、昔なんだっけな、まだ革命神事の頃か、革命神事の頃、火の1、2、3まであったんだっけ。結局火の3ぐらいでもまあ4、500円の価値しかないから、まあ多分そんなになってますね。まあ、一応、蛇王が、スピードアタッカーを持ったコス銃の、火と闇か。相手のシールドが、自分と相手のシールドが6つ以下なら、召喚コスト5少なくする。まあ、実際あるから5コストか。あ、まあいいっすね、意外と。で、スピードアタッカーはトリプル A 化でバトルゾーン離れないのが召喚されたんか。で、相手のクリーチャーを全て赤い。あ、全て赤いならいいっすね。まあ、まあでもさ、先にやられかけたら終わりっすよね。で、こっちがフェアリーダブルライフ。5コストで2マナブースでリサイクルいらなあとはノーマルみたいっすね。まあ、ノーマルは多分価値ないと思いますね。そして2パック目。これ多分、外れはあるか。外れかなんかは、5枚入りで、レア1枚ですね。これは多分普通のか。一応こちら、シネラッシー。ムートピアですけど、まあ、シールトリガーで、スペースチャージ。自分のマナゾーンに闇のカードが置かれたとき、結構いいですね。相手は自身の手札1枚入れてる。まあ、手札赤いか、水と闇。ああ、まあ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 、悪くはねえか。一応 EX03。なんかの特殊パックみたいですね。そして次3パック目が。これ多分レアか。一応マーディクゴーストタッチ。あー、ゴーストタッチ。多分俺が買ってた頃だ。これ多分、ちょっと革命神社の頃ですね。これ DMR って。あれ ?DMR21 あれだっけな?ドギラゴールデンだっけ?多分その辺だと思うんですけど。いまいち番号覚えてねえんだよ。そしてレアなのがハサメネ。ジョーカーズか。あんまり使い勝手悪いですね。一応ネオ進化ではありますけど。まあ、タップした時に手札を1枚マナゾーンに置く。で、相手のクリーチャーがバトルゾーンによって、あ、まあ、このクリーチャーとバトルか。破壊した時にまあマナゾーンに置く。まあ、低コストのクリーチャー破壊したらマナ加速させちゃうんで、あんまり俺は好きじゃねえな、多分。まあ、多分そんなに価値もなそうっすね。そしてこっちが外れ4枚の自称自称。EX03。EX03 のしかしあれか、めくるやつか。確かなんだっけな。VV8 と、なんだっけな ?VV8 と何かが収録されたんだよな。再収録か。なんだっけな ?VV8 と、忘れた。多分ミスリーパックかもしんないですね。このペリッとめくるやつ。俺あれ買わなかったんだよな、あれ1枚も。あ、これ外れか。なんか自然が4枚も、水文明が4枚あったんですけど。ワルスでアワンです。グラビティゼロでうん。相手のクリーチャー行ったら、もち手札に戻す。まあ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 。まあ使い勝手悪そうですね。そしてこれ、あ、これでも当たり、あ、これ当たりか。これたまにどっちに向き合ってか分かんないんだよな。一応の、あ、でも6ショップ先生ありがたいな。これ確かなんかのプロモバージョン、多分そんな安く高くはないと思うんですけど、持ってましたね。6ショップ先生。で、こちらが当たり、その子供可憐につき。ヒューマノイド、チルドレン。自分のコスト4以上のスピードクリーチャー全てにスピード高いで、相手の進化クリーチャースピード高いも、またはマファーアイドムスクリーチャーは、タップしてバトルするの?あ、これ結構いいっすね。まあ、一応でもコストが光、ほんの、光、火、水なので、まあ、ドラゴンデッキとなると、まあ、ハヤブサ竜と、
まあぐらいか。はやぶさ流、まああれ一応光文明あるからいいとして。あとはあれか、め、なんだっけな。メテオライト流星だっけ？あの辺が確か光の、光入ったコス8だっけ？確かスピードアタッカー持ってたんだけどな。まあああいう、まあドラゴンはでも一応スピードアタッカー持ってる単体とか、まあスピードアタッカー与えるやつも多いんで、まあ悪くはないですけど。まあでもそうですね、こいつ相手のマハファイターも封じるんで結構ありがたいですね。そしてこれ何パック目だ？2、4、6パック目ですね。6パック目がまあ外れ4枚で、当たるこちらシャドウウェーブサイクロン。まあ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 。まあ召喚していれば、手札に戻す。まあ別に戻したくもねえかな。まあ、しかもスキル自体がまあ、マナゾーンからカードを選び、もちろん手札に戻す。まあまあまあ、いらねえ。3コストで十分。そして、これあと、あーでもなんか出ちゃった。まず、ハズレが、マギョーグ、ジョーカーズ、グランセクト、メタリカルなんとか。で、レアカードがこちら、ゼロハンド。相手のクリーチャーでか。ああ、まあ、あれか。まあ、相手がだから、コストを支払わずにクリーチャーをバトルするんでしょ。まあ、あれか。ドラゴンのレンドラとか、まあ、侵略とか、それこそ革命チェンジ。あれ、革命チェンジって、コストを払ってねえからいいのか。まあ、ゼロ、まあ、侵略懐かしい。一応、こいつも再録みたいですね。確か、当時、一回出たはずなんですけど。これは何のキャラクターなんだ？なんか、シンカリオンみたい。で、当たりがこちら。これ当たりなのかな？ドリリン、なんこれ、ドリリリンボルケノン。ビートジョッキー、フレームコマンド、チームボンバー。あ、最近のカードみたいですね。なんか変なマーク入ってて。カードも EX11。ダブルブレイカーで相手のコスト4以下のクリーチャーをすべてアップで、自分の光まで火のクリーチャーすべてスペット高ゼロ。あ、これいいっすね。で、マジボンバー4。このクリーチャーアタックする自分の山札が1枚見て、コスト4以下のクリーチャーお手札または山札がバツンでしまうと。まあいいっすね。まあコスト、まあ自分の火または光。まあコスト4以下か。コスト4以下結構絞られたね。そして次。これが外れか。あ、中にはノーマルっていうのもあるんだ。しょぼ。まあそれ100円だからね。そして何パック目かわかんないけど、何パック目だ。たまに数はせんすね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、これちょうど10パック目か。これ10パック目ですね。外れ4枚で。あ、でもこれビートジョッキーか。火の玉ドライシュート。3枚見てコスト3。すべてです。まあ、いらねえ。あ、そうか。したらこれか。さっきのこのボルケノンと組み合わせればいいのか。コスト3以下なら。まあ、コスト3以下ならのビートジョッキーも集めるの大変だけど。あれがチチュリスとかがいいのか。で、これが最後。キラ。勇気100バイザー。EX03。多分、再録だからブラックボックスか。多分、あの辺の本当に変なやつか。そしてこれが10パック目。これは何か当たりっぽいな。当たりなのか、一体これ。一応、ゴンバド、魔道具ですね。3枚見て手札に加え、山札でした。呪文か。エンメレンがグランス、これエンレメンか。で、翻訳通訳。で、フンバルさん浄化とか。スマッシュバースト。呪文使ってもいいのが相手のパワー3000円ぐらいくらい1体破壊。で、ご機嫌シャウト、キャロル。これもなんかの収録ですね。EX03 とか。で、こちら、ダグライドランジュ。これがなんか当たりカードみたいですね。一応なんか変な、なんか変なマークがついてんだけど。わからん。富士？富士城国？なんだそれ。まあ、ジャイアントドラゴン。まあ、ドラゴン持ってんだ。マッハホワイター、トリプルブレイカーでアタックするとき山札の上3枚もらっても、そしてカード1枚もらっても。まあ、実質2ブーストか。で、このクリーチャーが渡らないとき、相手にクリーチャーもちろんマナゾーンに置き、不思議バス11。自分のクリーチャー1体アップしてマナゾーンに置き、11からそのクリーチャーのコストに引いた数を支払って、で、このクリーチャーは自分の墓地から消化してもらう。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。あ、不思議バースなんだ。へぇー。あ、つまりこれ、何これ、不死城国で不思議バースって読むの。なるほど。あ、なるほど。これ当て字で不思議か。くだらな。まあ、くだらなは違うかもしんないけど。ああ、でも自然のドラゴン。自然のドラゴンってそんなにいいのね、いいのいなかったんだ。そして次。これが外れか。あ、でもジャスミンはいいっすね。いつもだ。B の00に。なんかわかんない。番号見たらわかんない。そしてこれが自由の女神 EX03。これなんか変なやつか。デッキ進化。パワー8000以下破壊。
モルネクギリ飛ばされるな。確かモルネク7000だっけ、あれもうちょっとあったっけ。あれ確か俺の記憶だとモルネク7000なんだよな。モルネク破壊か。まあでも別にモルネク単体では、まあモルネクどうせシールドトリガーもねえから意味ねえけど。モルネク。あ、モルネク9000あった。失礼しました。モルネク9000もあるんだ。そこ。モルネク、まあモルネクでも結構ありがたいけど、高いんだよな、プロも今。1枚なんか、俺見た時8000とかしたんだよな。そしてこれ4枚外れで、ペリルド、なんだこれ。ペリルドッター、メタリカか。あ、侵略あるんだ、いいね。え、バトルゾーンに出た時に山札から1枚目シール追加。まあいいっすね。で、相手のターン中自分のシールの数書いてるけど、本気でパークプラス2000。まあ相手のターン中だから別に意味ねえけど。ブロッカー持ってねえから意味ねえけど。え、そして、この辺なんかジョーカーズ当たり？これ。バーキューベイ、変なの、変なの、変なの。変なの。中にはノーマルも本当にあるのか。これが、ハズレイ。爆弾もオーバーストマフィギャングか。え、墓地神か。クリーチャー一体、あ、クリーチャー一体のみか。これ。ギャラクシーブレイク。え、すごい、ギャラクシーブレイク持ってんだ。でも、コス銃だから確かに重いね。このクリーチャー返せるクリーチャーを全て返せる。ああ、まあまあ、相手も道連れだけど自分も道連れか。なんか怖えな。ああ、でもそっか、逆にじゃあ、まあ、ギャラクシーブレイカーだから特攻もできんのか。あんまり、あんまり変な特攻したくないな。そして次。復讐のバイスカイザー Z。あ、バイスカイザー Z 欲しかったんだよな、これ。コマンドでドラゴン持ってて、結構ありがたいんですよね。まあ、相手の呪文を捨てるだけなんであれなんですけど。まあ、だからドラゴンなんかは結構マナ加速するから、まあ、あれか、メンデルスゾーンとかあの辺はあるけど、まあ、だから、意外とでもそんなにコースは生み出せないけど、まあ、あれか、ビルヘルムとあれだ、なんだっけ、ビルヘルムと、ニコロボラス使った時に俺よく俺これ入れてたんだよな。確かに2枚ぐらいしかなかったからもうちょっと欲しかったんですよね。で、最後これが、俺がほら。そして最後1パックですね。こちらが、外れ。外れみたいですね。そして結果当たったのがこの4枚。どうなんですかね、そんなに当たり、あ、あ、100回で当たりじゃねえ。まあ多分おそらく、あれ？なんか変なカードあれ？どっか入れちゃってね。なんか変な不思議バスのクリーチャーどっか入れたぞ、俺。もしかして当たりを外れに混ぜたぞ。なんか混ぜた気がする。多分不思議バスとか何枚か混ぜてんな、当たりらしいの。混ぜてましたね、1枚は。これどうせ外れたからいいか。多分そうですね、当たったのはこの5枚ぐらいか。まあ全部で1700円か。いくらだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。あれ、合わねえ。こっち5枚だもん。2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、17してね。まあ1700円やって4発当たり。まあどんくらいの価値があるのかだけちょっと見ていきましょうかね。まずこのダグライなんとか。ダグライなん、ダグライドランジか。変な名前。一応ヤフオクでちょっと見ていきましょうかね。俺いつもこういうのに使うのはヤフオクなんで。ダグライ、あ、これか。ダグライドランジ。ああ、まあ1枚、まあ1枚300円か400円ぐらいか。ああ、でもそんなに価値ないか。3枚で約、まあ1枚200円か。まあそうですね。1枚200円ぐらいの価値するか、200円。で、先にこの火潰すか。多分火そんなに価値ねえんだよな。ジャオーガの火。ああ、まあ400円か。400円？ 300 円ぐらい？うん、300円か。まあこれ合わせて500円。で、こっちか。これが？これめんどくせえんだよな。アルファベット入れなきゃいけないから。DOR、あ、間違えた。RRRIN。あ、これか、ドリリンボルケノン。あ、でもドル、あ、ボルケノンね、これ結構するわ。1枚、そうですね、1000円ぐらいしますね。4枚、あ、でも1200円でも落札されてるわ。まあ、一応これ1枚1200円。で、最後こちら。その子供かりんにつきが。そうですね、まあ、これ大体1枚1000円ぐらいか。ヤフオクだと即決で、まあ、900円、まあ、700円。まあ、3枚で2000円で、まあ、1枚でも、まあ、800円ぐらいか。まあ、1枚800円として、まあそうですね。全部で2500円。まあ2500円なら、まあまあギリ黒字か。それまあ一応これ2枚でおそらく500円ぐらい。で、これが1000円、1200円か。
で、これで8000円なんで、まあ多分これで多分2枚で2500円なんで、まあ2500円なんで、まあちょっと7、まああれか、800円くらいは、そうですね、ギリ黒字になったみたいなんで、よしよしましょうかね。というわけで、とりあえず久々のね、まあ、オリパ開封。まあ俺、まあデュエマのパック自体ね、あのブラックボックス入れなんで、まあオリパ開封も、超久々ですけど、まあ、たまにね、行って、いいのがあった時にはね、ちょっとこれからもオリパ、ちょこ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 回していきたいかなと思いますんで、とりあえずこれで終わりにしたいと思います。では一応ね、宅急便が来次第ね、動画撮っていきたいかなと思いますんで、終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。